ごきげんよう、モチベーションアップ。講演家の宮崎豊です。今日は2021年8月の17日火曜日です。今、三好市糸井町の三原川の水位を見ていきました。この水位によって、私の裏にある避難所、糸井町の避難所の小前棒に詰めるか詰めないか、ということを判断するためです。今この後見てもらいます。そしてそれ撮っていた時にですね、三原が撮っていた時に右の奥で何か人が動いてるんですよね。あ、何かあったのかなと思って、そこを車で通ってみましたら、なんと道路端の草を刈っておりました。いろいろ社会の情勢と世の中の動き等を考えました。今三好市は災害が起こって、水が床に浸水したり道路が壊れたり、いろんなことが起こっております。そういう災害も起こっていますので、どこに人を配置するのか、非常に問題です。ですがそれはそれとして、草刈りの人は草刈りの領分をきちっと守って淡々とやっておられました。そう思うとですね、九州地方、長崎、佐賀、今災害で大変、九州、鹿児島とか、あの辺大変なんですが、でも甲子園では、長崎の高校と熊本の高校が熱戦を広げているというようにですね、日本各地いろんなことが起こっていますが、いろんなところで、それぞれの領分を、というかそれぞれの持ち場をしっかりやっているということなんでしょうね。この後今日の三原川を見ていただきまして、そしてこれが何かあった時には糸井町の避難場所の所前棒に詰めてもらうわけですが、昨夜7時半から7時過ぎから私も所前棒に行っていましたので、雨降るということは言っていました。9時には一応雨降らないと解散して帰ってきましたけど、その避難所の所前棒を昨日7時過ぎに行きましたので、ちょっとどういう避難所があるかということを動画で撮っております。いろんなことが今世の中起こっておりますが、もちろん世界もいろんなことが起こって、タリバンとかいろんな問題も起こってますが、自分の持ち味をしっかり見つめてそこをやるということでしょうかね。秋田方市とか近辺の友達のところもいろんなことが起こってますが、なかなか応援に行ってどうこういうことが今の状態ではなかなかできないというのが現状ですが、自分の持ち分をしっかりやるということが、自分のモチベーションを上げてやるということが大切だろうと今思っております。また今日今雨がちょっとしとしと降っていますが、でも今日から夕方から夜にかけて降ればですね、また避難者の方に詰めようと思っております。雨が降らないことを願っている今日この頃です。また明日ごきげんよう。ごきげんよう。今日は2021年8月の17日火曜日です。三好市糸井町の糸井町を流れています三原川に来ています。今のところ、水は引いているようです。今しかし雨降ってきました。これから昼にかけて、昼から夜にかけてですかね、雨が降るような予報は出ていますので、この状態がまた増えるのかなと思っています。またこれが増えれば、今日避難所の方に、避難所の小前棒の方に私もまた詰めなければならないんですが、この水位がこの状態であまり上がらないことを願うんですけどね。そうですね、昨日よりまだ、石入れと、なんかあそこに来てなんかやってますね。なんかあったのかな、わかりません。なんかの工事かなんかやってますね。水は引いていますね。ずっと引いております。ただあそこでなんか降っているのはちょっと気にはなります。何かあったのかな。そしてこれがずっと回っています。山の方も大丈夫なようです。以前崩れたところも今のところここから見る限りでは崩れてないようですね。
でもまた雨がまた降ってきましたね。こんな感じでずっとやっております。これが三原川です。ビッと下へ流れて、これが、多幸潮町馬仙川流れていきます。そしてそれが郷の川へ流れていくようになります。ちょっとあそこの方が気になりますね。また降ってきましたので、これから先状況が変わるかもわかりません。糸井町の避難場所の小前坊です。今日は2021年8月16日月曜日です。夜の9時22分です。9時ない7時です。7時でした。19時22分、7時22分です。まだ避難をしてくる人はいませんけども、まあ、こんな会場は今準備を整えております。雨が少し降ってきたですね。音が少ししてきましたね。小前坊の境内から今周りを見ていますが、車は375、この車走っているのは375線です。右へ行くと三好方面、左へ行くと空港方面、川西三輪東広島という感じです。これずっと今暗いですが、門の方を映しております。そして、向こうに明かりがついているので金付堂です。ここが門です。これが階段を上がってきて、まあ、ここが小前坊の正面です。そしてこれから入っていきます。入っていくとこんな感じです。結構広いところが用意されております。向こうが受付になっております。そしてこれが天井関係者というでしょうか。なかなか高い天井ですよ。こんな感じでずっと天井がついてます。こんな感じです。今日は三原川はまだ、水は、7、8センチぐらいですかね。日のうち多い時には2メーター500を、やって記録していましたが、今は7、8センチです。 0.7 メートルぐらいです。これが今避難所、糸井町避難所の小前坊の全景を今映しております。こんな感じで避難所はできております。はい、ここまで避難所を案内しました。